おはようございます。本日はノースフェイスのシャツを買いに行って、もうこの動画で後半で紹介をしたいなと思うんですけど、その買いに行くシャツっていうのが、以前先月ぐらいのゴーアウトの雑誌で載ってたシャツなんですけど、それが欲しくて、取り置きしてもらってるので、で、関西ではあんまりなくて、神戸にしかなかったんで、ノースフェイスの神戸店に今から行きたいなと思います。実はですね、ついこの前の動画でデート Vlog で、ノースフェイスの神戸店行ったんですけど、残念ながら閉まってたっていうのを見てもらったと思うんですけど、それなので今日わざわざそのノースフェイスの神戸店だけ行って帰ってくるっていう感じ で帰ってきてから紹介動画作ってもうアップすると思いますので、今はそのノースフェイスの神戸店にシャツだけ取りに行ってまいります。なのでついこの間行ったばっかりですが、もう一回リベンジということで行きます。はい、それでは、到着しました。今日は空いてますね。こんな感じです。それではオープンしてるので行きたいなと思います。行きます。はい、それでは無事購入しました。はい、それではですね、あとはゆっくり安全運転で家に帰って紹介をしたいなと思います。おしゃれなノースフェイスなお店でした。でしかも店員さんがグランフロントで会ったことのある店員さんで、まさかここに応援に来てたらしくてばったり会いました。では帰ります。はい、それでですね、あれから後日になって、今撮影してるんですけども、購入してきたのがこちらのシャツになります。でこちらがですね、先ほども言ってましたが、ゴーアウトの雑誌に載ってて、もう柄がかっこいいなと思って、もう絶対買おうと思ってましたが、遅くなって今になったっていう感じになってます。でこれが、どんな機能があるんかというと、特に機能はなくて、唯一こうザラザラした質感でちょっと朝っぽい感じにはなってるんですけど、実は朝じゃなくてポリ100で作られてるので、朝はどうしてもこう洗濯を繰り返したりしづらいっていうか、縮みもあるので普通に洗濯するのが難しいので、そういう意味ではポリ100なんで、全然そんな気にせんと普通に洗濯できるっていう感じのが、一ついいかなという感じになってて、それぐらいかなというふうに思います。で柄がこのノースフェイス のアウトドアする時のこのキャンプのテントがあるんですけど、それをモチーフに作られてるっていうのが柄で、これはノースでしか作られへんっていう柄になってるかなというふうに思います。今回僕は M サイズも着用してて、 M と L を着用した上で、多分丈が結構これ短いので、ワンサイズ上げて L サイズを着用してるっていう感じになります。ではどうぞ。はい、ということで、普通にザラッとした感じの質感で、もう普通に僕はインナーとかあんま着ずに1枚で多分これから着ていくんやろうなと思うんですが、そんな感じで、これからもちょくちょく着ていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで、本日はショートスリーブクライミングサーマルシャツの紹介をしてみたという動画になります。以上ありがとうございました。